今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠の新エンペラー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはグレッザ・ケルビニア。この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはグレッザ、2番手はケルビニア、さらにはスターズ・オン・アース、11番ゴリアット、その後ろ先手を取ったのはグレッザ、大きく離れましたソウル・オリエンス、その後ろにダノン・ベルーガ、内を通ってオーギュスト・ロダン、これに続くのがジャスティン・パレス、その後ろにドーデュース。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、シュトルーベ、その前に進出空手、それに続きます。その外に新エンペラー、ファンタスティックムーン、そのうちに続いています。しんがりからブローザホーク、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。 1000m を通過しました。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。もう一度先頭から。先頭は変わらず4番ルレッザ、リードは1馬身から2馬身チェルビニア、それに続いています。間が空いてスターズ・オン・アース、ソウル・オリエンス、すぐ後ろ、すぐ隣にゴリアット、その隣にダノン・ベルーガ、内からオーギュスト・ロダン、ここにつけたのがシュトルーベ。後継機を通過していきます。前はルレッザ、ルレッザ、いい足で伸びてきた。間を挟んでスターズ・オン・アース、3番手。さあ、直線に入りました。これからの勝負、チェルビニア、ここで先頭に躍り出た。もうほとんど差はない。ルレッザいっぱいになった。それを追って内からスターズ・オン・アース、チェルビニア先頭です。外からドーデュース、残り 200m を通過してドーデュース先頭だ。2番手はチェルビニア、先頭はドーデュース、ドーデュース、ドーデュース勝利です。2着はチェルビニア、3着はスターズ・オン・アース。ドーデュース見事このレースを制しました。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のブローザホーク、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはスターズ・オン・アース、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスターズ・オン・アース、行きました。続いて前へ行くのはグレッザ、さらにはゴリアット、8番ソウル・オリエンス、その後ろ先手を取ったのはスターズ・オン・アース、少し離れてチェルビニア、続いています。内を通ってダノン・ベルーガ、すぐ隣にオーギュスト・ロダン、その後ろにジャスティン・パレス、すぐ後ろにドーデュース。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外に新エンペラー、内からはファンタスティックムーン、並んで11番空手、その外からブローザホーク、最後方にシュトルーベ。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。 1000m を通過。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。5番スターズ・オン・アース、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてドゥレッザ、少し開いてオーギュスト・ロダン、ダノン・ベルーガ、それに続きます。外を通ってソウル・オリエンス、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。前はスターズ・オン・アース、2番手はルレッザ、間を挟んでオーギュスト・ロダン、3番手。さあ、直線に入りました。これからの勝負、先頭に立つのはスターズ・オン・アース、それを追って内からオーギュスト・ロダン。さあ、先頭に立ったのはオーギュスト・ロダン、その差はもうない。スターズ・オン・アース、厳しいか。先頭にオーギュスト・ロダン、200を切った。しかし後続も襲いかかる。ゴーデュース、前とは離された。オーギュスト・ロダン圧勝、今ゴールイン。2着はゴーデュース、ジャスティン・パレス、3着です。勝ったのはオーギュスト・ロダン、このレースを制したのはオーギュスト・ロダン。
今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のソウルオリエンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはチェルビニア、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してチェルビニア棚に立ちます。その後ろからはグレッザ、宇野馬も上がっていく構えです。さらにはソウルオリエンス、13番新エンペラー、その後ろ先手を取ったのはグレッザ、スターズオンアース、それに続きます青の帽子ゴリアット、その後ろ大きく離れましたオーギュストロダン、内からはジャスティンパレス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外からドーデュース、その後ろにファンタスティックムーン、隣にはブローザホーク、この集団に空手、その後ろからはシュトルーベ、この位置にダノンベルーガー。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。依然として先頭は5番ドゥレッザ、リードは1馬身から2馬身ソウルオリエンス、それに続いています。そして大きく離れてチェルビニア、この位置です。すぐ後ろにゴリアット、並んで4番スターズオンアース、外を通ってブローザホーク、大ケーキを通過していきます。前はドゥレッザ、2番手はソウルオリエンス、間を挟んでチェルビニア、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ、いよいよ直線の攻防、ドゥレッザ先頭です。外を通って先頭はソウルオリエンス、ドゥレッザ厳しいか、インからゴリアット、ジャスティンパレス伸びてくる、一番前にはソウルオリエンス、200を切った、一気に捉えるか、ジャスティンパレス、ジャスティンパレス抜け出しを図る、ジャスティンパレス、ジャスティンパレス1着、2着はソウルオリエンス、3着にドーデュース、勝ったのはジャスティンパレス、このレースを制したのはジャスティンパレス。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート、どの馬が先頭に立つでしょうか。予想通り先頭はグレッザ、これに続くのがチェルビニア、さらにはスターズオンアース、9番ゴリアット、その後ろ先手を取ったのはグレッザ、そして大きく離れてダノンベルーガ、この位置です。その外からソウルオリエンス、並んで3番オーギュストロダン、その横にドーデュース、外にはジャスティンパレス、この集団に新エンペラー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにファンタスティックムーン、その後ろにブローザホーク、内を通ってシュトルーベ、しんがりから空手、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。それでは先頭から 1000m を通過、これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。一気に先頭に立ちました14番スターズオンアース、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがドゥレッザ、これに続いてオーギュストロダン、チェルビニア、すぐ後ろゴリアット、それに続いています。その後ろにソウルオリエンス、大ケーキを通過していきます。さあ、先頭はまだ14番スターズオンアース、内からドゥレッザ、真ん中をついてはオーギュストロダン、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭にスターズオンアース、内にはチェルビニア、先頭を入れ替わってチェルビニア、2番手以下も差がなく続く、スターズオンアース盛り返す、先頭に立つのはチェルビニア、残り 200m、 残りわずか、ゴール前最後の攻防、グレッザ離されていく、先頭はチェルビニア、1着でゴール。2着争いはどちらでしょうか。勝ったのはチェルビニア、このレースを制したのはチェルビニア、